日英三国で次期戦闘機開発を進める中、最新動画が公開された。F-35 戦闘機を超えるのは当たり前だが、無人機や小型ドローンなども掌握できる機体になるでしょうね。2022年12月に、日本とイギリスとイタリアとの3カ国で、共同開発として行われる次期戦闘機の計画名は、グローバル・コンバット・エアー・プログラム、通称、GACP と明かされ、現在、本格的なフェーズへ入っている。2021年末には GACP という計画名称は未定だったが、すでに、日本とイギリスとの間での、機関部やアビオニクス類の協業関係は顕在化していた。その対象が戦闘機というケースは、太平洋戦争後の日本においてアメリカという唯一の軍事同盟国との協調を最大の前提としていたため、寿命の利とでも形容すべき分野であった。それがゆえに、今後開発される次期戦闘機が代替する F2 戦闘機に関しても、ロッキード・マーチン社が擁する F-16 ファイティング・ファルコンを基軸にして開発を行った機体であり、同社の技術供与は揺るがないという見解が多数を占めていた。また、一部では F2 戦闘機で懸念される点として、ロッキード・マーチン社との共同開発が行われた原因と予想された機関部の純国産化に関して、IHI 社製の試作機 XF9 が2018年に防衛装備庁への納入を果たしたことから、念願の純国産化を支持する声も上がっていた。しかし、単なる宇宙に打ち上げるロケットではなく、近い将来の戦争で使うような新型戦闘機を、今や自国の技術のみで開発を遂行できるだけの基盤を確保することや、軽く見積もっても超単位の開発費が想定されるため、このご時世で、日本が次期戦闘機開発を純国産化で成し遂げることに疑念を抱かれても仕方がない。そのため、現行の F2 戦闘機でも共同開発を行い、また、最新鋭の第5世代戦闘機 F-35 ライトニングにも、日本は総数147機の調達を決定している状況から見ても、その売買権利を有するロッキード・マーチン社の主体的な参画は揺るがないだろうと見ていた。しかし、そのような推察を裏切るかのように、日本は F2 戦闘機の代替機を GACP にて調達する方向に切り替え、ロッキード・マーチン社はそれらに随伴する無人航空機等の分野への関与に止まるという流れになった。ここ近年の航空自衛隊で採用された戦闘機の変遷を見返しても、F4 ファントム、F15 イーグルがアメリカ製の機体のライセンス生産、F2 戦闘機が日米共同開発、F35 ライトニング2に至っては、完成品の購入、及び国内での最終組み立てという完全アメリカ依存の傾向は揺るがなかった。特に、第5世代戦闘機を西側諸国の市場で独占しているロッキード・マーチン社は、アメリカ空軍専用の F-2 にラプター、NATO 同盟国やそれに近しい国々に F-35 ライトニング2を供給して、その地位を盤石のものとしているようにも見えていた。アメリカ空軍の次世代戦闘機開発計画とされる、ニュー・ジェネレーション・エアー・ドミナンス、通称 NGAD も本格始動することがすでに打ち出されているが、ここでの開発主体も予想通り、ロッキード・マーチン社が優位性を発揮するだろう。ちなみに、GACP も NGAD も計画名から伺えるような戦闘機単体での開発は試行しておらず、それらの計画の中に、有人戦闘機の機体開発という内容は含まれているものの、合わせて、それらが完成して随伴させる無人航空機を含めた航空システムの構築を目的としており、あくまでも
有人戦闘機はツールの一つという形に位置づけられている。そういった背景からロッキード・マーチン社も GACP における無人航空機分野に対する関与は継続する方針であると見られているのだ。一方で日英イ3国による GACP の公式な進捗情報は2022年末の共同開発の各国政府からの公表以来2023年7月時点でも非常に少ない。一時期は GACP における日英イ3国の開発費用の安分比率が2:1になるのではないかという推論がイギリスのロイター等で報じられたこともあったが、イタリア政府が即刻に否定していた。こういった中で2023年6月13日に GACP 完成に向けた機関部開発に関しての情報をイギリスで同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が30秒ほどの映像を YouTube 等で公開した。その映像の中で機関部の静止画像等はなく、 IHI 社が防衛装備庁に納入した試作機である XF9 とは別物であるようなものが映し出され、どちらかといえば BAE システムズ社が主体的に開発を進めているようにも感じた。また、BAE システムズ社は機関部以外にも搭乗者の緊急脱出装置や2027年までに実証機の製作を行うことを表明していたが、当時のタイミングであのような内容のアナウンスが何を目的としているのかは理解できません。ちなみに GACP の構造を大まかに分けると、イギリスは機体本体や全体の統括を BAE システムズ社が請け負うほか、機関部をロールス・ロイス社、アビオニクス類をレイナル UK社がそれぞれ担当する形となっている。そして日本の場合は機体本体や全体の統括を三菱重工業社、機関部を IHI 社、アビオニクス類を三菱電機社が担当することになっており、最後にイタリアの場合は機体本体や全体の統括やアビオニクス類をレオナルド社、機関部をアビオエアロ社がそれぞれ担当することが表明されている。GACP の大元ともいえるテンペスト計画においては、イギリス、イタリア、スウェーデンの参加で推進されていたところ、今後はスウェーデンも再び同グループに加わる可能性も浮上している。そもそも、元々のテンペスト計画と同様に、GACP も次世代戦闘機本体の開発も包括していることから、それは、要するに、第6世代戦闘機の開発を目指すプロジェクトであるとの認識も多いとの見方があった。しかし、日本の次世代戦闘機開発に対する技術供与のボス的存在でもあるロッキード・マーチン社がこんなにもあっさりと身を引いた理由の一つに、それらのプロダクトがアメリカ側の志向する第6世代戦闘機の資質を備えていないと判断されたためとも指摘されている。こういった第00世代という区分そのものが実際に生産された機体の特性を鑑みて後付けで分類する性格のものであることは誰もが認める事実であり、そもそも第6世代戦闘機の要件はさらに高度な機体自体のステルス性、随伴駆無人航空機の完成、高度なネットワーク化などが挙げられている。ただしこれらの要件自体も第5世代戦闘機の F-35 ライトニング2でさえも今後のアップデート次第で十分にカバーすることが可能な能力とも思えるため、あながちアメリカ側が GACP を次世代のものと見ささないという見解も的外れではないのかもしれませんね。それにしても第4世代戦闘機の先陣としてアメリカが開発した F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンの最新型が限定的なステルス性能や飛躍的に強化されたアビオニクス類の装備で、
対 4.5 世代という評価を受けている事実は、示唆的に思えて仕方がない。これすなわち、GACP の中でも、F3 後ライトニング2の生産に、大きな関与を果たした BAE システムズ社が、主体的な役割を担うことで、少なくとも、それを 5.5 世代相当の機体に仕上げる可能性は、間違いなく高いと、誰もが思うことだろう。それが本当に実現されたならば、今の F3 後ライトニング2では困難とされていた、日本やイギリス、イタリアが、自由に、自国の必要性と照らし合わせて、回収を行う自由度が増すため、実際に、最終形態で、次世代戦闘機となる機体に関しては、再度、アメリカからの調達も、今後検討する余地を残せばいいのではないでしょうか。